もう何の迷いもなくすんなり入りました。決め手はやっぱりそういう労働問題に真剣に取り組んでるっていうのはやっぱ共産党が力を入れてやってる活動だっていうふうには活動とか参加していく中で分かったし、そのやっぱりその企業からお金を一銭ももらってない、誰の、企業からの協力何も一切受けてないから、やっぱり実名を出してその悪いものは悪い、いいものはいいってはっきり言えるものだから、そこが共産党の強みだとも思ってますし、そこも含めて魅力があったので、ぜひ参加したいなって思って入ってますね、今でも。はい、やっぱりすっごい楽しいって、何が楽しいっていう、もう全部楽しいんですけど、友達とかいっぱい増えていくし、困ってる人がいたら助けてあげられるっていうこともあるし、自分も困ってたら助けてもらえるし、やっぱり人が多ければ多いほどすごい力になるんだなっていう風に、すごい自分も助けてもらってるし、人も助けてあげれればいいなっていう風に思って、本当に今の仲間には感謝してますね。はい、一人一人を大切にする、だから私は日本共産党。